なさったんでしょうか。梅村参議院議員っていうのがいるんです。はい、梅村聡先生。はい、この先生は内科の医者です。はい、で、何党ですか？民主党です。ごめんなさい。はい、民主党で、はい、僕のたまたま友人が糖尿病の集まりで知り合いになってて、はい、で今回かなり動いてくれたんです。で、梅村聡先生が多分6ヶ月止めてくれたんだと思うんですよ。足立さんはいろんなことやってますんで、でこの制度に関してはものすごくマイナーですから、1441件しかないわけだから我々、要するに開業医は、それが困ってるだけですから、そうするとマイナーすぎる案件ですよね。ただ重要ですよね。だけどその1441件が日本を支える50万人いました、50万人取り上げてるんですよ。だから大変なことなんですよ、我々患者さんにとっても。それで実際にはこれ全然長妻さんはこの制度続行だったんです。千石さんっていう人がなれば多分凍結したろうってみんなが言ってるんです。要するに理解度の問題、知識度の問題だと思うんですけども、あまりにも不合理な制度ですから。それで足立さんが全然動かなかったんです。で9月28日が決まっちゃう日だったんですね。で僕の友人から「これ決まっちゃうぞどうしようか」と「で池下お前ファックスやってくれ」と「インターネットはメーリングリストがあって日本産地科学会のこれは活発に何かやってたんですけれど僕もメーリングリスト入ってないんです。でも我々世代はどっちかというとファックス世代なんですね。でやっぱり経営者みんな高齢ですからファックスがいいんですよ。でうちの会員400人に5時間かけて9月25日金曜日なんですよ。5時間かけてやったらば一夜にして2000人ぐらい集まったんです、反対署名が。それで25、26、27ここで8000人ぐらい集まったんです。トータル9200人の署名が集まった、どうもそれで動いたらしいんです。やっぱりこの制度おかしいんじゃないのかと、じゃあ6ヶ月間執行猶予しようと、でその間に委員会を作ったりなんかにして討論しようよと。でも委員会作った形跡がどうもないんですよ。で僕らということは梅村さんに動いてもらったけれども、ということはその中核になっている先生をはじめそのお医者さんたちが直接厚労省に陳情行ったりとか、それで足立さんに会ったりとか掛け合ったり、あるいはその長妻大臣に掛け合ったりとかっていうのはされてないんですか？捨てがない。我々ダイレクトにやっちゃえばいいんじゃないですか。だからそういうのなんと思いつきもない。なんというかお任せだったわけですね。そう言っちゃなんですけど、異界にお任せ、信じてた異界、ずっと信じてた異界が全部やってくれてるんだろうと。で厚労省に言えば厚労省が救い上げてくれるんだろうと。お上ですね、お上と業界団体がやってくれるんじゃないかと。でいまだにみんなもお上異界がやったんだからなんかしょうがない制度じゃないのと。でもう一つの考え方は直接払いにすれば患者さんは手ぶらで来れるのは事実なんで、それはそれでいいんじゃないのかという人もいるし、地方はお産30万円ぐらいやってますから、かえって2万円とか上げても分かんないわけですよ。だからある意味では地方は歓迎している人がいるのかもしれないんです。ただね、地方の方でこの制度を使った人は多分今頃気づいてるんですよ。資金繰り苦しくなってますから。1月30日に梅村さんがやっと僕たちと会ってくれたんです。それで我々全国から集まってどういう作戦会議をしようかということになったんですね。それで結論としてはこんなふうに本年3月で中止しようや、それから一時金の42万円、これは38万円から42万円前の制度に戻ると38万円に戻ってしまうので、それは42万円はそのままやりましょうと。それで一時金は医療機関じゃなくてもともとの患者さんの制度なんだから患者さんに戻しましょうよと。それから振り込みはなるべく早く、できれば僕なんか事前だと思ってるんです。妊娠の30週ぐらいにそれで話が簡単に済む話ですよね。そうなんです。でお金はお金のない組合にちょっと例えば江戸川みたいに裕福かどうか分かんないけれどももう12週から払いますよと、それが当然でしょうっていうのが江戸川のその給付課長の考え方なんですね。で、僕は当然だと思うんです。患者さんの権利で分娩費じゃないんだから。で、僕の分担が、分担分けしまして、陳情先の大分から来た人は、先生は足立さんが大分なんですって。それから京都から来た人は中野井さんっていう人がいるらしいんですけど、政務官に。で、この人に働きかけると。で、僕は直接長妻さんなんです。東京都中野区かな。ところがですね、いろいろ議員を使ってみたんですが、民主党の区会議員、都会議員、区会議員を使ってみたんですが、なんか非常に孤立した方なんですね、長妻さんって。要するに我々要望書があるんだけど、秘書に渡しても届かないだろうって言うんですね。今路頭に迷ってるとこなんです。で、来週福島みずほさん、この人少子化担当大臣で、この人の秘書にこれ今回助産婦さんがかなり困ってるんですよ。一番弱小ですから。